けれども、今日第3夜目のゲストはですね、オスマン香織さんに来ていただいてます。香織さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。めちゃめちゃ美しい香織さんでですね、私も初めてお会いしたのは画面越しだけなんですけれども、もうこの美しさで、なんとお父さんが違う2人のお子さんのママであり、かつシングルマザー。そしてなんとですね、世界45カ国を、旅するように暮らしていらっしゃるということで、もう話を聞けば聞くほどですね、もう香織さんの魅力に私は引き込まれてしまって、すっかりファンになってしまいましてはい、ありがとうございます。はい、今日はですね、皆さんにもですね、香織さんの魅力を知っていただきたいと、思っています。ということで、早速ですね、作った資料を、見ながらですね、香織さんの方にお話をしていただければなと思うんですが、香織さんはですね、レバノンにあるパレスチナ難民キャンプで生活をされていらっしゃいました。いくつかね、レバノンの中には難民キャンプがあるんですけれども、北部っていうんですかね、レバノンの北の方にある、ちょっと行きますね。この北の方にある、トリポリの近くにあるナハル・エル・バレード難民キャンプっていうところで、詳しく後から香織さんにお話ししていただければと思うんですけれども、ここで、4年間でしたっけ？3年半ですね。約3年半、はい。3年半キャンプの中で暮らしていらっしゃったということで、こういう経験をしている日本人は他に私は知らないので、本当ここでしか聞けないお話をね、たくさん聞いてもらえるかなと思っています。そして、香織さんはですね、なんとピアノの演奏がめちゃめちゃ上手なんですね。で、今日は皆さんにですね、ピアノの演奏をまずと聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思って、ちょっとぜひ。聞いていただければと思うんですが、見えてますか？見えてますね。聞こえるか、音は聞こえますか？止まってますね。止まってます。聞こえてますか？音は聞こえます。すごくないですか？私エリーゼのためを途中でエリーゼのためにを途中でやめた人なのでもうこれだけピアノ弾けるってマジですごいなっていう、もう尊敬の念しかないんですけれども、そんな香織さん、実はですね、最近出版もされたんですよね。私のパレスチナ難民キャンプ生活っていうことで、出版をされまして、私はですね、Kindle でも読めるので、私の声が聞こえないんですけれど。あ、本当ですか？なんでだろう。今大丈夫です。あ、すいません。はい、私のパレスチナ難民キャンプ生活っていうことで、最近本も出版をされまして、で、私は Kindle で、読めたので、バッと、もう面白かったので、1日ぐらいでね、読ませていただいたんですけれども、今日は、その本に、書いてある話もそうなんですが、せっかく皆さんにお集まりいただいたので、本には書いていないこともですね、どんどんお話を伺っていきたいですし、皆さんからの質問も、たくさん受け付けておりますので、チャットの方にですね、質問ある方はどんどん書いていただければと思います。ということで、香織さんにお渡ししたいと思います。香織さん、どうしましょう？自己紹介から。はい。はい、オスマン香織です。で、先ほど紹介していただいた通り、レバノンの一番、レバノンの中に何個かパレスチナ難民キャンプがあるんですけど、一番北のシリアのボーダー、国境に近い、シリアのボーダーから、50キロぐらいの距離の。で、中でも、レバノンの中でも、規模は一番大きい、面積が一番大きい、キャンプ、ナハル・そこに3年半暮らしてまして、で、中で、カフェを作って、で、その前にギリシャに住んでたんですけど、そのボーイフレンド、このナハラルバルナの人で、なんか住みたいっていう
意識は自分の中じゃなかったんですけれども、なんかこう流れるままになんかすぐ羽になって、まあ、ちょうどなんかあの東北大震災が日本であった時で、私生まれは仙台なんですけど、あのその津波がアタックしてもう全部が流れてしまった日にたまたま初めてそのナハルアルバレットキャンプの、まあ、見学っていうか初めて見に行った日がたまたま東北大震災に日本があったりして、その時にいろんなそこのナハルアルバレットキャンプは、すごい少数のファタハ・イスラムっていうテロの集団がいるっていうのが理由で、もうたくさんあの街が破壊されちゃって、みんなあの韓国受けたのがもう本当に3日前みたいで、もう今からあの街を攻撃するから逃げなさいと、でみんな慌てふためいて、あのもう全て捨てるような状態で、もう気の向きのまま逃げるしかないんですよね。で他のキャンプの親戚のうちとかにみんな逃げたみたいなんですけど、結局まあ最初そのパレスチナを追われレバノンに居住して、まあキャンプって言われるから最初多分テントとかから始めたんですよ。まあ、60年以上もねその町をこう築いて、まあ、2、3万人ぐらいいたって言われてたんですけど、まあ、突然また全部破壊されてしまって、でまたそこから復興しつつあるっていう、で破壊されたのが2006年だったかな。私が住み始めたのが2011年からだったかな。違いますね。2009年から住んでたかな。ちょっとごめんなさい。何年だったか忘れちゃった。2011年からですね。2011年から2015年まで住んでたんですね。そうです。だから、壊されて何年か経ってたんだけど、なかなかその復興に時間がかかってて。で、アノルワっていう、なんていうんですかね。日本語で言うと国際連合パレスチナ難民救済事業機関っていうそういうオーガニゼーションがあって、頭文字 United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East っていうオーガニゼーションの頭文字を取って UNRWA なんですよ。で、アノルワっていうのがとにかくそのパレスチナの全部のなんていうんですか、保護をしているんですけれども、そのアノルワが、町の復興とかを、やってるんですけども、結局、レバノン軍はその、テロ集団だけを壊滅させたいだけに、本当わずかの何十人しかいないテロ集団を壊滅させたいがために、全部町を壊しちゃったんですけど、その後何にもやらないんですよね、結局ね。殺すのが目的で、その復興っていうこと自体は結構そういうオーガニゼーションに立ってないと。で、ユニセフだったりとか、アノルワだったりとかが、また、家をね、建て直し、学校を作り、病院を作りっていう感じで、少しずつやってはいるんですけど、今現在どこら辺まで復興が進んでるのかわからないんですけれども、それでももう何年も時間がかかると言われているのと、あと、その寄付金がね、結局こう、たくさんいろんな国から送られてくるんだけども、やっぱりこう、上の方からどん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 なくなるので、最終的にはものすごく少ないお金で、この復興事業をやらなくちゃいけないということで、で最初この今写真の団地みたいな、アノルワが建てる団地みたいな、まあお部屋もすごく小さくて、パレスチナ難民みんな大家族なので、もともとは大きな家に住んでたのに、あてがわれた家はすごい小さいってみんなすごく嘆いてて。あとやっぱりこう、いろんなパーツ、お家の中のパーツがとっても壊れやすくて、その使ってる、例えばドアのノブとか、水道の蛇口とかも、もう一番最低ランクのものを付けちゃってるので、もうすぐ壊れたんですね。で、すぐ壊れて、じゃあどうなるかっていうと、そこからの保証はないから、結局自分たちで。買って直すしかないっていう、なんかもう、毎日いろんなところが壊れて結構ストレス。新築なんだけど、なんかいっぱい直すところがあるみたいな、そんな感じで。で、まあ、今現在わからないですけど、ちゃんとこう立てて、皆さん、少しずつそのキャンプに戻ってきて、あとはキャンプの中にプレハブを作って、プレハブの中で暮らしてた家族もたくさんいたんですけど、そういう人たちもお家ができたら、まあなんかその掃除で、
6年後って言われてるとか8年後とか言われてるとかって、あと6年もこのプレハブに住むのみたいな感じで私はびっくりしたんですけど、他にも行くところがないし、結局何の保証もないからみんなそういう生活を、でもそこでちゃんと生活だって子どもたちがいっぱい生まれて、そこでこう楽しみをこうなんか日々を日々普通のこう生活なんだけど、なんかそこでこう笑いとかがありながらこうみんな暮らしてるっていう感じでしたね。でとりあえずその話こうそのキャンプの話を私は伝えたくて、で本を書いたんですけれども、とりあえずですね、その難民問題とか紛争問題に興味がある人はもちろんなんですけれども、私みたいに子育てをしているお母さんたちとかが、もう読んで分かりやすいように、そのパレスチナ問題っていうのはどういうことなのか、イスラエルとパレスチナってどういうふうにこう分断して、で、アメリカとかイギリスはそれに対してどういう判断をしてとか、そういうことをなんか簡単に説明をして、今まで知らなかった人、まあこういうことがあったんだなって分かるように始まるところから、で実際なんかすごく私の本意外と短くて一気に読めるサイズなんですけれども、読み終わったレビューとか皆さんくださって、もっともっと掘り下げて知りたいと。で私はやっぱりあんまり長くしないで、なるべくこう一気に読めるように作ったっていうのもあるんですけど、その私の個人的なプライベートの話とかはなるべくわざと省いて、で実際のパレスチナ難民がどういうふうに暮らしているのかって、あとその問題背景とかにフォーカスしたかったので、意外とこう私のプライベートのことは語られてないです。それはあえて私が削除した部分になって、まずはその私がどんな生活をしていたかっていうよりも、その一緒に私の目から見た彼らの生活、それとシリアのコンフリクトもすごくなってきて、シリアからもどんどん毎日どん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 難民が押し寄せて、こう見渡すとなんか半分も人口がシリア人かなっていうぐらい増えてたんですね。でそのシリアの状況もとってもひどかったですし、だからそういうことを中心に書きました今回。はい、ありがとうございます。なんか、はい、キャンプっていうと、私その難民キャンプって本当にみんなこうテントみたいなところに暮らしてるのかなと思っていたんですけど、意外とというかこういう建物の中に暮らしていて、なんか言われなければなんかキャンプっていうか普通の住宅街のような感じ、印象を受けるんですけど、入り口入るところとかに何かあるんですかね、その、まあ、県境じゃキャンプ境みたいなものが。そこのナハレル・アルバレットキャンプっていうのは、その1回破壊されたので、ゲートが5箇所だったかな、あって、そのゲートを通らないと入れないようになってて、でそこでチェックを必ず受けるから、車は全部1回中を開けて、とにかくその武器を持ち込まないように。中にその銃だとか手榴弾とかそういう武器を持ち込まないように必ず検査をされる。で入る人は必ず ID を見せる。だから私は、結局自分のパスポートを見せていつも入ってたんだけど、結婚をして中に住んでいるっていう証明みたいなのも持っていたから、でもそれも毎回見せないといけないんだけど、普通は入れないです。普通に行っても入れてくれないです、その中に。やっぱり日本大使館とかガイドブックとかの赤線が引いたって、ここ入らないように危険だから立ち入りしないようにって、大体パレスチナ難民キャンプ区域となっているので、他のキャンプはゲートがなくて普通にこう中に入ったりはできるんですけど、そういう、こう観光に行く場所じゃないのでね、もちろんね。レバノン人は実際あんまり入りたくないみたいで、私の友達のレバノン人とかはもう、なるべく立ち寄りたくないっていうイメージがあるみたいで、私がナハレル・アルバレットキャンプに住んでるって、みんなもレバノン人がびっくり、なんであんなところに住んでるんだってすごい言われたんですけど、でもそこをとにかく、そこのナハレル・アルバレットはそのゲートをちゃんと通過して許可が下りて、毎回
そこを通過しないと入れない。で、アーミーが、軍が、レバノン軍がもうそこにこう、タンクっていうんですか、戦車、タンクを、がもうどこにも全部置いてあって、で、アーミーももうこんな大きな銃をこう抱えて、いつもそこにこう何人か立ってて、で、とかもういつでも戦闘態勢、何があっても、何かあった時にもうすぐ戦えるような状態のゲートになってて、そうです。だからそこを通らないと入れない。で、キャンプって言ってるのは多分、その、最初みんな、ね、パレスチナから離散した時には、やっぱりテントで住んでたと思うんですよね。で、シリアの難民の人たちも、まあ、身寄りがあったら、結構キャンプとかに来たりとかして、親戚を辿って来てたけど、うん、そうじゃない人たちはやっぱ山の方に、アノルワとかが、建てたテントとかで暮らしてたので、やっぱりそういうとこから始まってキャンプって言われたんじゃないのかなって、そういう話は聞きました。ありがとう。で、そのうちみんな町を作って、こう、建て町していくんだけど、結局ね、家族が多いので、長男、次男、三男、四男、五男みたいに、こう、上に建て町していく。ねえ。で、その隣のビルは、お父さんの、お兄さんとか弟とか、うん、結局そう、こう、その、こう、結局全部見渡すと全部親戚で、うん、で、全部こう、兄弟がこう、分かれて住んでてみたいな。だから、いとことかすごいですね、数がね。うん、100人とか、なんかいる人とかも100人いるんじゃないのかな。だから、こういう感じのビルになるんだけど、エレベーターがないので、階段だから、すごい大変ですね。でも中はこんな感じ。これ香里さんが住まれてた家の中の写真をいただいたんですが、これも完全に私の趣味で、豪邸のソファーとかもそうそう選びに行けるんだけど、生地とかも選べるので、でも日本とは考えがつかないぐらい物価が安いので、こういう形でこの生地で何人掛け取っていって、こうオーダーメイド作ってくれるんですよね。だけどもう日本もういくらだったか忘れちゃったけど、でも本当に日本のそれこそどれぐらいだろう、3分の1、5分の1ぐらいで作ってもらえるんじゃないかしら。でもう壁とかもこう塗ってね、ここは新築のお家で、カフェを開いた時にその上に引っ越して広いお家に越したんですけど、壁の色とかも塗って、その時計だったりとかカーテンとか、自分の好みでこういう風にお家を作ったりとかしてました。めっちゃ広いですよ、日本のなんか東京のワンルームっていうかね、より広いし、テレビも大きい立派なものがあって、ここでもいくらで借りてたのかしら。これが下のカフェなんですけど、ここにカフェを作って、でカフェコナンっていう名前 でコナンっていうのは私の連れ子で、で息子が当時6歳だったかなっていたんですけど、その子の名前からってカフェコナンっていう名前でカフェを始めて、で隣は椅子屋さんになってて、レンタルの椅子屋さんの横にあるんですけど、でその横にもこういっぱい商店みたいにいろんなお店がこうあるんですけど、そこの上が住居になってたので、そこに移り住んで、でこういう、なんていうんですかね。だから、こう、もうただの空いてる店舗っていうか、まあそこに住んだっていいんですけど、まあ1階だから皆さんこうお店をしたいと。で、一応大家さんはいるんだけど、まあ大体なんか何に、どういうふうに作っても割と OK っていうか、だからこう好きなように内装をやって。でもお店の前はこんな感じなんですよね。そうそうそう、そうなんです。だからこう、もう土ぼこりもすごくて、いつも風が舞うと、もういつもほこりだらけで、ここもだから結局一回爆撃でやられちゃって、まあ一回さら地にして、そこから建物を建ててるっていうところの段階だから、多分今この向かいにはもう、もしかしたらもう、アパートみたいなのが建ってる可能性もありますね。今もし立ってたら多分下がやっぱりお店になって、上にこう人が住むっていう感じになってるんじゃないかなと思います。これはうちから見たカフェの2階から見た、向かい側に
あのそのカフェの隣のレンタル椅子屋のおじさんがいたんだけども、そのおじさんがこうあの自分の土地じゃないんだけど空いてるもんだからそこに木を植えたり、あのなんかみんなが集えるように椅子とか置いちゃって、これなんか鳥とか鳥とかね、犬とかなんか動物が好きで、あの小屋建てちゃって、そこになんかいろいろ飼ったりとかして、でも全然自分の土地じゃないっていう。でもそのなんでしょう、まあその建物が建つときには壊さなくちゃいけないんでしょうけど、なんかもうそういう自由さ、なんかこう法律とかが特にないので、あの人の迷惑にならなければみんなこう割と自由にいろんなことをやってるって感じですよね。あと車が映ってると車がすごく古くて、みんなもうあの昭和、日本で言ったら昭和みたいな感じのすごい古いあのベンツとかなんだよね、あのドイツのベンツとか BM とかなんだけど、その古い方、昔から輸入され、昔輸入されてきたのを、あのそのまま、あの、なんていうんですか、直しながら大事にみんな乗ってて、で、これをタクシーにして、あのタクシーの運転手としてビジネスをしてる人もいるし、あのとにかく車が古いのがすごく、あの私は好きでしたね。みんな大事になっている。でもなんかそのいわゆるそのキャンプって言われる中で車が走ってたり家が新しくどんどん建ったり、かその家具を自分で調達できたりとか、すごい広い家でですよ、まあ、こんなね洗濯機もちゃんと格納されるような広いキッチンで、なんかこう外、まあ、私たちと変わらない生活をしてるっていうことをまず知れたことが私は結構驚きでしたね。まずそうですね。でもこのキッチンはそのカフェに移る前のうち の, その団地みたいなちっちゃいお家の時のキッチン で, でこここんなサイズのお部屋が2つ3つぐらいしかないんですよ。でそこに大人数でお父さんお母さん子供5人とかだともうすごく狭いんですよね。だからこ う, こうみんな前あのもっと広いお家に住んだ。でこれはそのアノルワがあの作ってる新しいお家で、あのいや使いやすいんだけど結局そのパーツパーツがすごくあの安かったりするから、これ結局いろんなところが壊れちゃうんです。でそれを直し直しあのしながら、そしてなんとこのキャンプの中で暮らしているときに妊娠をされ出産もされたっていう。そうです、子供。これ真ん中にいるのか娘さん。そうです。うちの娘がなんかそのパレスチナスタイルで、レバノン人もするのかどうか分かんないんですけど、パレスチナ人っていうのはもう生まれた赤ちゃんはもうぐるっぐる巻きにしちゃうんですよ、すぐ。そうするとこう、なんていうんですか、こう、サンドイッチみたいにこう、シュッてこう、こう片手とかでもこう持てちゃうみたいな感じで、ええ、赤ちゃんも安心して寝るとか言って、もうなんかそばで見て、そんなミイラみたいになんか巻いちゃって大丈夫かしらって思うんだけど、なんかこれが本当にみんな昔からやってる結局やり方みたい で, であのうちでシリア の, あのシリアから来た難民で、まあ、ダブルの難民なんですけど、結局パレスチナから離散してシリアにパレスチナ難民がまた今あの彼女たちはヤルムックっていうシリアのヤルムックって言って、またそこをすごいもうめちゃめちゃに壊されてるところなんですけど、そこからこう逃げてきて、で大体男の人たちはその戦うためとか家を守るために残るので、あの女性と子供だけでみんな来てたんですよね。であのなかなかこうね仕事を探したりするのも大変だったりして、まあ本当わずかなお給料しか上げられないんですけど、私はこう妊娠して、ね、家の掃除とか、上の子もいたし、あのカフェの、あのまあ、カフェは女の人は手伝えないんですけど、なんかこう、家事だったりとかね、あのカフェを手伝っている子たちのご飯とか、なんかそういうのとかいろいろ仕事があったので、彼女たちにみんな任せて、で、あの、子供が生まれた時もずっとこう、あのいつも赤ちゃんの世話をしに来てくれたので、もうなんか、すごく楽でした。うーん、日本だったらもう全部ね、かあの各家族で日本に住んでたらもう全部一からやらないといけなかったのを、もう全部もうみんな入れ替わり立ち替わりも赤ちゃんの面倒を見てくれるので、
すごい私は楽ですね。で、この写真の隣、右隣、左隣は、左隣の一番左がうちのその当時の息子なんですけど、隣のお家に住んでたファミリーとすごく仲良くしてて、でこう上にこう上がっていくとこうドアが2部屋、同じフロアに2部屋ある。で、ドアがこう向かいになってて、で、いつもよく遊びに行ってて、で、そこのファミリーが、子供が3人いて、お兄ちゃんとお姉ちゃんと、下に赤ちゃんと、で、一番右はまたうちの娘なんだけど、もうなんか毎日のように一緒にご飯食べたり、コーヒー飲んだりとかしながら、私もそこでアラビア語、片言だけどアラビア語をこう覚えながら、そこで生活してましたね。で、ここのうちのお父さんは、看護師なんだけど、だから看護師の免許を取れたってことは、まあ頭も良くて、お家もある程度裕福な、ところだったと思うんですけど、結局、パレスチナ難民キャンプじゃなくて、レバノン、その外に出たレバノンの病院で看護師をやってたんですけど、もう全然給料が違うっていう、レバノン、同じ仕事をしてもレバノン人がもらえる給料と、パレスチナ難民がもらえる給料の格差がすごいって、で、それはもう訴えてもどうにもならないし、まあ、その向こう側にしたら、その仕事上げてる、仕事上げてお金もらえるだけいいでしょっていう話になってしまう。で、すごく不公平だなってやっぱり思いますよね。だけど、そのアノルワとかの病院の看護師として働くよりは、格段にもうちょっとお金をもらえるので、お父さんはいつも外の病院に、まあ、働きに行ってますね。で、お母さんはまあ、お家で家事をしてるって感じですね。香里さんはここで出産されたってことなんですが、お兄ちゃんは日本で産んでいて、で娘さんはレバノンで生まれ産んでいて、なんかこう違って驚いたことってありますか？なんか妊婦検診はあるのかなとか、そのアノルワでかかったら妊婦検診もお産も全部タダなんですけど、ね、でも私はその前にレバノンで一回肝炎にかかってしまって、で、日本で3ヶ月ぐらい入院したんですよ。で、しばらく1年間ぐらい肝臓の様子を見なくちゃいけないっていう、その後に子供ができたので、大事を取ってっていうことで、ちょっとこう、大きい総合病院に、隣町の、に通ってたので、それは、もちろん自腹で払うんですけど、でも私もその国保を、ちゃんと日本で入っているので、私は保険がある。でも、普通はもうレバノン人も保険ってないらしくて、そういう保険制度とか整ってないレバノン自体が。だから、レバノン人も、なんか、病院かかるのは大変ですね。ハマチやパレスチナ人は、アノルワの病院でもうここでは手に負えないっていう状況の時は、アノルワの、なんですか、保護科のもとに他の病院に送られるんですね。そうすると病気でもお産でも手術でもアノルワがちゃんと出してくれる。で、普通の治療を大きい病院で受けられるんだけど、それはちゃんとこうアノルワの審査みたいなのと相手側の病院の審査みたいなのと一応あって、あ、じゃあこれはっていうケースじゃないとなかなかできないので、うん、まあ普通に健康体だったらアノルワの病院に行って、普通にその母子手帳、母子手帳がですね、これなんですけど、これがアラビア語の母子手帳 で、実はこれジャイカで日本が発行してる。すごい。日本で、日本が作ってる母子手帳でですね、で、なんかでもちょっとこう、なんでしょう、絵の感じとかもなんかこんな、ちょっとこう、なんかちょっと古い感じの絵で、なんか
ね、誰が書いたのかよくわかんないんですけど、とにかくこれアラビア語でまず読めないっていうと、まあ私は子供産んでるから読む必要はそんなにないんですけれども、うん、そのイミニゼーションとかその予防注射とかのページとかはこの英語で一応書いてあるで、うんうん、でもなんかもう全部こうまとめて向こうでやってもらったので、もう私はもう訳が分かんなかったから日本に帰ってきた時に日本のお医者さんに見せて意味が分かんないんで、一応こうあの日本語でもなんとかしてません、なんとかしてくださいって言ったら、一応日本の保険検定書、母子手帳ですか、もうなんか本当はくれないらしいんですよ。母子手帳って一冊しか持っちゃダメっていうのが日本のルールで、うん、なんかそこをなんとかってお願いして一応もらったんだけど、うん、なんかでやってくれたんです、こうやってね、日本語でこれだけやってますよっていうのを。だけどよく分かってないですね、私も。なんかもう医者さん任せですね、すごい、ここら辺は。だから、うん、あの数字の書き方とかもちょっと違ったりとかして、なんか読みにくいんですよ、すごく、それでお産に関しては、私はその総合病院で産んだ時はもうレバノンでは二度とお産しないなっていうぐらい結構ハードなもう日本の病院は本当にもう看護師さん天使みたいだし。え、そもそも隣町ってどれぐらいかかるんですか、陣痛来たら。トリポリっていうその第二の都市なんですけど、車で、まあ、30分着いてたらもっと早いですけど、まあ、30分あれば着くかな。で、陣痛来てから病院に行かれたんですか。それもだいたい予定日は決まってたんだけど、その病院の先生がとにかくいつ紛争が起こるかわからないので、そのトリポリとナハレルパレットキャンプの間にいつもあの紛争する地域があって、でそこでこう銃撃戦が始まっちゃうといつもその道路が封鎖されちゃって、でうちの息子はそのトリポリで学校に行ってたので、銃撃戦で2週間学校がないとかそういうこともよくあって、で私もそのトリポリでピアノを教えてたので、あのこうタクシーで乗り合いタクシーに乗って安いので行くんですけど、あの乗ってこう行ったらトリポリに着く直前でボカーンってこう煙が上がったりとかして、じゃあ始まって、なんかその爆撃が始まったからみんな帰りますみたいな感じでシューッとこう U ターンしてみんなこう帰るんですね。だからこうもうみんなこう慣れた感じ、もう始まったら近づかないで、道路も軍が封鎖しちゃうので、もう学校にも行けない、仕事にも行けない、みんなもそこでストップっていう感じで、だからそういう風になるので、病院の先生もお産の日は決めてくださいと。でも帝王切開で出しちゃった方が、なんかいざ陣痛が来て銃撃戦とか始まって来れなくなっても知りませんよみたいに言われたんだけど、やっぱり嫌だったので自然分娩がいいですって言い張って、で一応あのなんとか病院にはたどり着けました。だけどその日の夜はすごい銃撃戦で、もう外でずっとこうタタタタタタってこうなんか爆撃とかもボンボンとか音がすごかったですね、一晩中。で結構昼間に停戦するんですよ。あ、なんか今昼休みっぽいみたいな、その音が止む時間があって、あ、今休憩だみたいな。なんか、そういう時にパーって抜けてこう帰ったりとか。で、なんかこう、最初ちょっともちろん怖いのもあるけど、だんだんもうみんな慣れて生活をしてるので、そこにいると本当に銃の音とかも聞き慣れるし、なんかこう花火かなってこうピュンピュンって花火かなと思ったらそれがこう空爆だったりとかするのとかもみんなもこう、ああなんかまたやってるねみたいな、だからすごいこうゲームを見てるような感覚にだんだん、何やってんだろうって、あお金入ったからまた銃なんか武器買ってまた戦ってるみたいなのノリに、うん、もうなんか何のためにあの人たち座って戦って、なんか 何にも生まれないそこから。うん。だけどこう、止める力もない、コントロールするあれもないっていう、あれはすごくなんかこう、やっぱり大きな転換があって、平和に一個道しるべを示さないと、ずっとやってこう戦ってるんだろうなと思う。すごく、何にも生産的じゃないなって思いましたね、見てて。それは誰と誰が戦ってるんですか？
なんかその地元のその宗教争いだったりとか、あとだんだんなんかこう、そのシリアの紛争が激しくなってくると、そのアサド派だったり、シリア派だったり、反シリア派だったりとか、そのいろんな、その、なんでしょう、まあパレスチナ人とレバノン人で、こう、あんまり仲良くなかったりとか、まあ南の方はこのレバノンとイスラエルでやっていたりとか、結構こう、一口でこことここっていう感じで、なんか複雑にいろいろ、なんかこう、いろんな原因でいろんな人たちが戦ってるって話を聞きましたね。で基本的にはまあ宗教 の、 あの宗派の戦いで、それがまたシリア派になったり、反シリア派になったり、なんかみんな本当なんかすごい命が、あの命の価値が全然違うなっていう、なんかもうちょっとこう生活して子供とか育てたりとかね、そういうこう明るい未来を築いていこうみたいな感じじゃない、もうちょっとこうなんかこうすさんだような感じの方がすごくこう大きく感じて、それはちょっと、胸が痛かったですね。その中ででもみんな暮らしてるんだけど、なんかなんでそんな人と戦ってんのかなって思いました。その出産はご主人は立ち会えるんですか？基本的に男の人は立ち会わないですね。イスラム教はあのお医者さんも男の人とかいるんだけど、まあ旦那さんがそのもう絶対奥さんに男の人触らせたくないっていう人もいるので、男のお医者さんはなしっていうところもいっぱいあると思います。だから基本的にそういうなんかこうに日本で描かれるようななんかこう、なんかこう1週間だから妊婦さんがちょっと前から入院して、まあ、その後産んでからも5日ぐらいとかね、入院してゆっくりできるような環境とかって全然ないですね、はい、もう一晩寝たらもうすぐ家に帰されるし、そんなこう病院でみんなでゆっくりとかそういうのはないですね。じゃあもう産んで、ですぐじゃあ退院で赤ちゃんと一緒に帰ってくる感じですか、家に？そうです、そうです。夕方産んで一晩だけ寝て、もう朝は帰りましたね。じゃあもう抱いて、またその爆撃の中を乗り合いタクシーに乗って帰ってくるってことですか？ちょっとその収まってる時にお見計らってパーッとこう帰って帰りました。すごいな。まあでもみんなの基本的にパレスチナ人とか多産だから、そんなにその子供を産んだことに対しても、こうなんだろう、私が考えてることって大げさなのかなって思うぐらい、みんなこう別に普通にポン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 産むからそんななんか産んで5日も病院に行って何すんのみたいな感じなんじゃないですか。一晩いれば十分でしょみたいなって帰ってきて、まあ普通にね、まあでもほら家族が多いし親戚もいっぱいいるからみんなね家事とか助けてくださるんだけど、そんなにそのお産に対してのあのこう過剰ななんていうんですか、そういうのはないですよね。日本だったら普通だけど、やっぱ体大事にとかそういうのはあるけど、なんかみんな全然そんな感じじゃないですね。やっぱ結婚するのも早いんですかね。だからパレスチナとかって不妊治療とかもないですか？いやー聞いたことないですね、うん、そんな不妊治療とかまずするお金を持ってる人たちはいないと思うし、とにかく早い子でだから15とか女の子 で、で最近の女の子たちはやっぱりあんまり早く産みたくないって言うけど、もう基本的にみんな早く結婚しちゃうから、20歳過ぎたりとかするともうなんか売れ残りみたいになっちゃうので、みんななるべくで、いとこないの結婚もものすごく多くって、親が決めてくるってことですね、縁談を。そうですね、自由恋愛が基本できないので、まあ、でも自由恋愛があったときに、そういうのがこうちゃんとあの発覚して、親同士が納得すれば、
OK なんでしょうけど、まあ、基本は親同士が大体あそこのおじさんの あれとこっちの親戚の子なんかそういう感じでどんどんいとこ同士を割と結婚させるケースがすごい多かったですね。で、まあ、15は早いけど、まあ、まあ18とか別に普通に子供を産み始めるので30結局18で産んだ子供が娘がまた18で子供産んだってすると36、7とかでも孫が生まれたりとかしてお母さんもまだ産んでたりするからお母さんのその10番目の子供とそのお母さんの長女の娘がこう同級生みたいにだからお母さんと娘が一緒におしめ変えたりご飯あげたりとかおっぱあげたりとかしてる光景とかもなんか別に普通そんな驚く光景ではない、うん、すごいですね。いやちょっともう私も日本で2人産んでるんですけど想像できないですもん。それでまた死んじゃうからね子供たちが割とこう病気にかかったりとかあとまあそういう爆撃とか銃撃戦とか激しかった時とかになんか事故に遭って死んじゃったケースもあるし、あとはその医療制度がやっぱりなかなか整ってない。あとはもうその爆撃にあった土地っていうのは、その私が聞いたのはやっぱりそのケミカルがすごいもう土壌にあるので、結局汚染されちゃっている。もう いっぱいそういう、うん、爆弾とか あの化学物質がそのまま土壌にまだ残っているので、やっぱりそういうところで子どもたちが遊び回ったりすると、その喘息にかかりやすかったとか、そういう疾患がこう起こりやすい。で、それに対してのそのすごい医療制度がちゃんと整ってるわけでもないので、うん、で、そのアノルワが例えばこう送ったとしても重症患者を、でもここでも見切れないってその病院がなると、今度はもう自費で出していかないといけない。でももうお金がないから出せないでしょ。そうなると保険もないし保証もないから、そうなるともうあとはもう治る見込みがない。だからそういうことで命を落とす必要がないのに、うん、日本だったら全然治せるようなものが、治せずに結局ずっとそのまま放置されたままお金も払えないから治せず命をなくす人がいっぱいいますね。そういうのもいっぱい見ましたね。うん、だ結構子供の死とかも割とこう、まあ、身近。なんか、まあ、お年寄りが亡くなるのもあるけど、子供たちの死ぬ確率っていうのも、まあ、日本でこう見るよりはずっと多い。うん、うん、ずっと多いですね。その亡くなったらこれは、うん、どんなふうに埋葬されるんですか？はい、ね、これ、今この写真のなんかこう、もうちょっとこう、どっか裏の方に、お墓があって、で、イスラム教徒の人は火葬を禁じられてるので、燃やしちゃいけないので、こう、一応こう墓地があって、そこが一応こう、どこどこのファミリーってこう決まってるみたいで。でそこを掘り起こしてこうどんどんそこに入れていっていくみたいな感じのすごくこうシンプルな、うん、お墓っていうかそんな立派なスタチューみたいな何も立ってないけど、まあ、そういうふうに一応家族が行くと分かるように、うん、墓地がキャンプの中にあります。なんか日本だったら亡くなって次の日にお通夜でで、なんかこう何日か一緒にいたりするじゃないですか。亡くなった方と一緒に寝たりっていうか、うんうん、過ごしたり、うんうん、そういう儀式みたいなのってあるんですか？それも、うん、どれぐらいいるのか分からない。一応なんかお通夜みたいな、みんなが来て集まって埋める前に、うん、みんな別れの挨拶みたいなのもあるけど、まあおじいちゃんとかおばあちゃんとかだったらあれだけど、若い子とかが亡くなった時とか子供が亡くなった時のお葬式とか、私でも大きいのは一つだけですけど、言ったのはもうその悲しみとかを、ね、隠さないんですよ。みんな日本人ってすごいこらえてそんな大きな声出して泣き叫んだりとかやっぱしないじゃないですか。もうしくしくとそのこうね、お葬式でも静かにこう行われるわけじゃないですか。もうパレスチナ人のお葬式とかも
そのね、若くして亡くなった子のお葬式とかもすごい、もうみんなもう発狂ですよね、うん、もうこんなに大勢の人がこう発狂するシーンっていうのは私も見たことなくて、うん、もうなんかこう、もうみんなもう感情むき出しにしてもう泣いて騒ぐからものすごいことになって、そのお葬式の場が、もう私ちょっといられなかったですね。しばらくいたけどもう耐えられなくなって、あまりにもすごすぎて、でなんかすごいそういうのも違うなっていう、なんか日本人でこう黙ってこらえてね、でもういくら泣いてもそんな大勢みんなでこうもう泣き叫ぶなんてことないじゃないですか。だけどみんなすごくそういうのものすごいストレートに表しますね。ありがとうございます。なんかそのね、世界45カ国をお子さん2人を連れて旅するように暮らしてきたってめちゃめちゃすごいことだなと思っていて、まあ、その中で今みたいな、もう普段私たちだったら絶対知り得ないような景色とか見たりとか、いろんな人と共にされてきたと思うんですけれども、実際どうですか、このお兄ちゃんは長くずっと旅をしながら暮らしてると思うんですけれども、お子さんってそうですね、どんな風に言ってらっしゃいますか。まず学校に入る前はね、自由だったので、まあいろいろぐるっとこう、例えばヨーロッパとか、もう、でもお金もなかったから電車とかバスとか飛行機じゃなくてね、陸路で、でドミトリーとかに、子連れでドミトリーとかに泊まったりとかしてて、そのシングルベッドで、で、みんなバックパッカーみたいな若い子たちが多い中、私だけ子供連れてドミトリー、とか、まあ、止めてもらうところもあるんですけど、止めてくれるところもそういうところもあったりしながら、で結構こうずっとこう何カ国ぐるっと回りながら、学校始まるとやっぱり結構学校転々とすることがあったので、なんか、うん、どうして同じところに住まないのとか聞かれたこととかあったりもしたんだけど、まあ、こういうお母さん持っちゃったからしょうがないねみたいな感じで言ったりとかでもなんか大きくなったら、そのなんか、そういう経験がね、後になって、なんか、まあ、特殊だったけど、それがこう、いろんなものが種となって、こう、植わっててね、いろんなものがこう開花していくときが来るんじゃないかなって私は思って見てるので、心配はしないです、何にも。悪かったなっていう気持ちもないし、うん。やっぱさすが二人になるとね、なかなかその、例えば遠いところに行きたくても、チケット代だとね、三人分かかったりとかするわけですから、なかなかその、前みたいには動けなくても、まあ、機会があったら、なるべくこう、見たことないところをやっぱり、行きたいっていう。うん、自分も見たいし、子供たちにも、なんだろう。何が子供たちに私が与えられるかなと思ったら、まあ教育とか普通のこう健全な生活とかもそうなんだけど、経験なんじゃないかなって思ってるんですよ、私は。だからその、経験って手元に残らないけども、形としては。だけど、それってこう、もう刻み込まれるから、うん、その生きていく中でね、いろんな経験をしたっていうことかね。だからそれが私は一番大事なこう財産っていうか、そういうふうに考えているので、なんか、うん、私が、なんか周りにいろいろ言われる時とかもあるけれども、まあ私が、私で自分でこう満足して子供たちにこういうの見せたかったなって。最後はだから、もうコロナになって全然ね、今どこにも行ってないけど、日本に帰ってきて3月に。でそれまでマレーシアに住んでたんですけど、クアラルンプールに。最後は今年の2月かな、1月か2月に、ボルネオ島っていうところがあって、マレーシアの下に。うん、半分インドネシア、半分マレーシアなんだけど、もうそこをジャングルなので、どうしてもそのジャングルに連れて行きたい。私もジャングル行きたいし、もう熱帯雨林っていう世界を、もうどうしても子供と一緒に行きたくて。でもなんか、何の贅沢もせずシンプルに暮らしながら、一応こうなんかわずかなお金を握ってよし行こうみたいな感じで、なんかこうなんか古い安アパートみたいなとこ1週間ぐらい借りて泊まって、そこからこう毎日ジャングルに通って、なんか
ジャングル行ったりとか、なんかそういうのが私の中で、なんかなるべく、うん、そんなにたくさんはできなくても子供たちと一緒に経験できたらなと思ってます。なんかそんな暮らしをしていて、危ない目にあったこととかってないですか？危ない目はいっぱいありますね、いろいろ。やっぱりあるんだ。そもそもだってパレスチナ難民キャンプに住むっていうこと自体が、ものすごい危険なことだっていうことを、その私は分かるのがすごく遅かった、でそこに住んでることがすごい特殊なことだったっていうのも後で気がついたことであって、その時私は何にも考えてないから、よく考えてみると、でそこから私はバンコクに移ったんですけど、子供2人だけ連れて、でその旦那さんとも別れて、もうなんかこれもしかしたら殺されたかもしれないなっていうぐらい、結構こうちょっとだんだんこう怖くなってきて、でこれはやっぱり安全を取った方がいいと、でバンコクに逃げるように移ったんだけど、その時にうちの息子がなんか周りの人にどうだったレバノンの生活、バンコクの生活比べてきた、平和ですねバンコクはって。そうだよね、だって学校が銃撃戦で2週間休みとか、あの時は普通だったけど、それ普通じゃないなってこうやっぱり後で思うと、それだけでもこう十分なんだろう、なんか危ないとこにいたんだけど、なんかちゃんと自分でそんなに自覚してなかったっていうか、でもやっぱそこに住んでみないと知らなかったことだから、でもみんなそこで生活があるわけだから、だから毎週日本大使館の人が毎週安否確認がかかってくるのね、レバノンでは。それもまあ普通だと思ってたんだけど、普通じゃない、それ自体も。だからあ、やっぱりすごく危ないところだったんだなっていうのは今出てきてから、なんかすごいすごいなって、やっぱ紛争地域っていうのはすごく、大変ですよ、その人たちの生活も。だけどやっぱり出てきたから終わりっていうんじゃなくて、私はそのパレスチナ人とのハーフの娘がいるので、一生そのパレスチナ問題っていうのは私にこうくっついてこう共にこう生きる課題だと思っているので、だからといって今何をしてるかってわけじゃないんですけど、とりあえずそれを今本っていう形で出して、でそのこういうパレスチナ難民っていう国を持たない人たちがいるんだよと、でそういう人たちがもうそこでも子供いっぱい産んで暮らしているんだよっていう話とかを私は読んでいただけたらなっていう気持ちで本を書いたので、多くの人に手に取って一度読んでいただきたいなっていうのと、あとやっぱり日本人はすごくこうメディアがコントロールされてると私は思ってて、で今インターネットの世界もあるけれども、やっぱりその主流はテレビで流れてるニュースっていうのがみんな普通に信じていることなんだけど、私はそれがすごく危険だと思ってて、報道の自由が少なすぎる、でみんな鵜呑みにしてしまう、だから本当はこう言ってるけど、その裏側で本当はどんなことが行われているのかっていうことをみんなもっとこう知る権利があるし、ちゃんと知っていかないと、そのままコントロールされたまま、これは怖い、これはいい、これはダメっていうところで生きてるんじゃなくて、ちゃんと自分で選択して、これ本当に怖いのかな、これ本当に間違ってるのかな、これいいって言うけど本当かなっていうのをちゃんと自分たちで見極めていくことと、あともうなんか全てはもう自己責任で、何かが起こった時ちゃんと、あ、自分で選んだからこうなったんだっていうことに納得できるようにしていくと、その責任をこう別にどこにも振らなくて、ちゃんとこう自分で確認して生きていける、そういう強さっていうか、それ私は本当に生きていくシンプルな生き方だと思うんだけど、それをちょっとこう明け渡しすぎ、こう言われたからこうやってこうなっちゃったからどうでしょうってなっても、ずっとそこはこう解決しないので、みんなやっぱり自分で考えて、なんかあっても自己責任でっていう、一人一人がこう自立した考えでいけたら、もっといい社会が
気づいていけるんじゃないかなって私は思ってるんですよね。なんかそういうこととかも交えて本にそういうこととかも最後書いたんですけど、なんかあの私がまず時間も迫ってきたので最後に香織さんにお聞きしたいなと思ってたことを今まさに伝えてくださったなと思っているんですが、なんかその香織さんが生きる上で大切にしていること、はい、あのまあ、日本にいるとですよ、例えばなんかこう親に反対されたからとか、いや周りが何て言うか分かんないから、いやそんなことやっちゃったら不安だしとか、ね、世間体だったりとか、まあ、誰が作ったか分からないあるべき姿にとらわれたりとか、なんかなんていうんですかね、本音で生きるというか、まあ、自分の本音すら分からなくなっている人が、まあ、私も含めて増えているんじゃないかなっていう気がしている中で、やっぱり香織さんみたいに香織さんみたいな人に会うと強烈になんかもうドンってくるものがあるって私はあそこあったんですけど、それはやっぱりもう生き方がすごいシンプル、好きか嫌いか、自分がやりたいかやりたくないか、なんかもうそれだけでなんかこう余計な未来の心配とか、なんかもう打算的なこととか取り越し苦労とか全然なくて、今行きたい、行けるお金がある、行ける体がある、時間があるならゴーみたいな、なんかそういう生き方すごいシンプルでかっこいいなって思うんですが、香織さんはなぜそんな生き方ができるのでしょうか。あんまりなんか難しく考えても本当に答えは出ないし、なんかもう悩むってこと自体がすごく無駄だと思ってて、私は、うん、なんかこう悩んでることに自分がエネルギーを使ったりとかしてるのも一切やりたくないと思って、とりあえずこうなんかこう悩み事ってこう数えたらいっぱい、あこれもこれもってなるけど、なんかもうそんなの別にどうでもよくないっていう、なんかそういうとこにエネルギーを使わない、じゃあこう来たらじゃあこうしようかどうしようか、もう常に選択だからね、どっちを取るかどうするかっていうので、いつも私は自分の気持ちが正直にこれでもこっちを取ったらっていろいろ理由とかがやっぱりね、世間体とか親のこととか友達とかなんかと、すごくそれすごくよくわかるし、大事な部分でもあると思う、そういうのを捨てたくない人もいると思う、だけどそれで自分を犠牲に私はしない、本当に自分が満足だったら必ずそれは報われるし周りの人にも伝わる、最終的に自分が自分を理解してたらちゃんと周りの理解も得られると思っているので、何にも心配しないで、よしこれよしこれよしこれっていう風にもう決めていくことしかもうできないです。それしか考えられないっていうか、うん、なんかそういう、うん、それだけです。そんな別になんか難しいことじゃないんです、私の中では全然普通のことで、ただそれ以外はできないかなって、自分に一番正直に、自分が OK だったら OK、うん、それだけですね、うん、なんかそれを聞いたとしても、でもやっぱり、まあ、確かに今行けるお金はあるけど、でもこれ使っちゃったら老後のお金がとか、なんかやっぱりそういう心配を私もついついしちゃうんですけど、香織さんそういう心配しないですか。心配しようと思ったらできなくもないんだけど、うん、考えた時に結局、でもなんか明日死んだらどうしようと思ってこれしようみたいな風に私の中でなっちゃう、うんうん、もうなんか今しかできないと思ったら、なんか、これ今抑えて老後迎えたとして、絶対その老後つまんないとか、なんかそういうふうに考えちゃうのかも。なんかこう、本当に自分が喜んでる生き方をずっと続けてたら、絶対老後でも喜んでるに決まってるみたいな、ふうにしか、なんか、それは本当でも人それぞれだと思います。ちゃんとこう老後のこと考えて、子供たちのこと考えて、こう確実にこういうことも我慢してってやってるね、人たちもたくさんいると思うから、それは何が正しい悪いじゃなくて、その人がその通り納得する形でやっていければ私はいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます。なんか、はい、どうですかね。質問とかある方もしいらっしゃれば、
もうなんか私聞きたいこといっぱいあって30個ぐらい質問並べてて全部今日聞けなかったんですけど旅するように暮らす中での一番の魅力ってどんなものがありますか？なんか知らない土地に行って暮らしを始めるっていうところに、まあ、そこに知り合いがいたら一番楽ではあるんですけど、もともと知り合いいたらすごく始めやすいんですけど、まあ、その知り合いに頼るだけでもなく、なんかその知り合いを作っていく、例えば言葉が分からなくても、なんとかそのコミュニケーションって取れるものなので、そこから始めて、こう、人と交流して、そこでこう、なんか暮らしを始めたりするっていうことに対して、私は全然、怖くないんですよね。で、そういうことを考えるとすごくウキウキしちゃって、想像するだけで楽しいんですよ。だから、例えば次どこどこの国に行って、なんか暮らし始めるとしたら、みたいな、そういう妄想をしてるだけでもすごく楽しくて。だから、皆さんもなんかそういうのが夢の中でね、海外で暮らしてみたいとか、何かやってみたい。じゃあ暮らさなくてもいい、何かやってみたいっていうのがあったら、もう絶対にやったら、変わってくるし、一回やるともうやり方がわかるっていうか、なんかこう変な心配とかがどんどん抜けていくから、もっと次やりやすくなると思うから、そのなんか、ただ想像してるだけじゃなくて、とりあえずこうやってみちゃったら一番実はすっごい簡単なことで、で、本当にやりたいことっていうのは、そういうことをやるために私たちって本当は生まれてきてるわけで、やりたくないことをやるために生まれてきてるわけじゃないわけですよ。なんで私たちってここに生きてるかって、本当に喜びと平和と愛とを表現して、やりたいことをやるために生まれてきてるわけであって、で、そのパレスチナ難民の人たちみたいに、その、ね、過酷な状況で生きてる人たちもいるわけじゃないですか。だから、私も、だからそういうのも見なくちゃいけなかったと思うんですね。本当に。自分で。究極にも国もない、パスポートもない。とにかく今日食べていくだけ。でもそこでもやっぱり笑いとか喜びとか愛とかがあり。ね、だからそれを多分見なかったら私はもっとこう、ないものねだりっていうか、もうあれがないな、これがないなっていうところに多分生きてたんじゃないかなっていう。いつも満足しない。でも何にもなくても満足できるっていうことを自分でちゃんと覚えるっていうか、自分で学習する、なかったらないだけの豊かさっていうか、でなんかそういうことをちゃんと学ぶために私はそのパレスチナ難民キャンプで暮らしたんだろうなっていう、それはすごいもう神様のからの贈り物だったなって思うんだけど、そういう経験としてね。で、そうですね。だからなんかこう自分の中でそういうふうなことを経験して感じたこととかを私は今こう表現して、うん、私はこう思うんだよねっていうことをこう表現していきたいなって、今そういう生き方がしていきたいなって思ってます。ありがとうございます。今ちょっと質問いただいたんですが、はい、パレスチナの難民キャンプに住まれてるとき、かおりさんのビザっていうのはどんなふうに取られてたんですか？ビザなかったです。取ってなかったです。ビザ取るのがものすごくハードルが高くて、で、ビザなしでずっと滞在してて、で、ずっといるじゃないですか、まあ、1年近くとか出なくて。そうすると、出るときに、旦那さんの結婚している相手の人と一緒に、軍のベイルートにある、まあ、警察みたいな感じなんだけど、警察も結局軍なのね、レバノンっていうのね。で、その軍の、に行って施設に行って、いつから入って今から出ますっていう時にお金を払ってスタンプをしてもらう。でその時に私の場合はその娘とあと結婚してる人も全部その結婚してる人からのサインとかそういうのも必要。それでサインをもらってお金を払って出ることができる。だからビザが必要なかった。ビザを取るのはもっと大変でもっとお金がかかるからあえて取らずに、結局まあ、他の国で言ったらオーバーステイになるんだけど、それが結構許されてる。だからそれぐらいもレバノン自体も、その法律っていうのが曖昧な国で、だからそういう形でいました。じゃあ、
レバノンのビザもいらないというか、本来であればも取らなきゃいけないけれども、そのオーバーステイに関しては、レバノン政府側からも細かいこうなんか指摘みたいなのはないってことですか？何にもなかったですね。その入国してくるときとかも、再入国のときとかも別に何にもただポンと押されて、でまたそのまま何ヶ月もいて、空港 で飛行機乗る前にそこに軍によってお金払ってスタンプもらってそのまま出るみたいな感じで私はいました。なるほど、ありがとうございます。もう一つ、質問いただいているんですが、香織さんが結婚された相手の方はイスラム教徒ですよね。そうです、モスリムです。香織さんもそのムスリムに改宗しないかとか、なんかそういう説得みたいなのはなかった？ありました、うん、あったんですけど、私はモスリムにはなりませんって最初から言ってたのと、なんかどこの時点でその婚姻がなされたのか、もう私もなんかよくわかんない曖昧 でアラビア語もね、なんかよくわからないし、本当に英語も片言しか喋る人が周りにいなかったの でその結婚した相手の人も私から英語を覚えたようなものなので説明もこううまくできないし、アラビア語も文字が読めないから翻訳も自分でできないじゃないですか。だからもうなんか、なんか知らない間にハッジっていうこういうヒゲのモスリムのイスラム教徒の偉い、なんでしょうね、日本でお坊さんみたいなやつなのかな、とかが来ていろいろ言わされたりとかして、なんかさ、ここにこう名前をとかなんかいろいろさせられたんだけど、でも私はもうイスラム教徒にはなりませんっていうことはずっと言ってた。でもだんだんみんなに、でもなんていうかな、夏でもタンクトップは着ないで、まあ、T シャツまでにしてもらってて、でズボンもまあ7分8分ぐらい、うん、だからそれ以上は肌を露出しない、でもハンジャビってこういうのも別にかぶらずにいました、うん、なるほど、すごいですね。なんかもう私だったらなんかもうなるって言っちゃいそうな、なんかもう圧に耐えられずみたいな。うん、なんかあーまたなんかいつも言われてたけど、あーまた言われてるなって思いながら、そうですねって、でもならないですってニコニコして、うん、言ってました。あと言葉は英語で暮らしていけるもんですか、キャンプの中では？うん、ほとんど通じないです。通じない？通じない。だから子供たちに教えてて、ボランティアでまあなんか小さい学校みたいなとこがあって、そこで英語を子供たちに教えたりとかしてたこともあるし、あとはもう自分で女の子たち自分で英語が喋りたいからって言って一生懸命勉強してる子たちとかがいて、でそういう子たちにこう教えたりとか、こう話す機会がないんでね、みんなね、またこう本当にアップルとかバナナとか知ってても会話にすることができないので、うん、よっぽどこう教育に恵まれたお家の子供とかしかなかなか英語を話す機会がないので、一生懸命なんかアラビア語を覚えるしかないの、片言のアラビア語でそのシリアの難民の働いてたこととか一生懸命やり取りしてましたね。じゃあ香織さんはまあその生活買い物とかだったり、まあ、普段の仕事のこととかは、まあ、自分がアラビア語を使うことを努力して暮らされていた？そう、買い物とかはね、もちろん数とかね、野菜とか果物の名前とかはもう全部覚えて自分で買い物できるようにはしてたけど、まあでもピアノを教えるのはやっぱりレバノンの結局お金持ちの子どもたちしか習えないので、ピアノっていうのは、だからそういう子たちは結構、まあ、英語が片言話せたり、でも第二か国語がフランス語なので、みんないいところのお子様はフランス語、うん、かつ片言の英語みたいに喋ってますね。私はフランス語喋んないけど、アラビア語と英語を交えて教えたりとか。逆にそういう環境の中で育った息子さんはアラビア語がペラペラになるんですか？まあ、ずっと聞いてはいたんだけど、その読み書きを学校でずっとやらされてたので、そのまま今でもアラビア語勉強してます。読み書きを、うん、それは捨てない方がいいなと思ったので、その後バンコクに行った時もイスラム教の学校に行かせて、
そうすると必ずアラビア語を喋る先生がいるので、うん、マレーシア行った時もイスラム教の学校に行かせて、で、アラビア語の授業は取らせて、うん、だから今でもアラビア語は、今オンラインでアラビア語は続けてます。すごい。で、読み書きは結構できるんだけど、その、喋る機会がないので、カンバゼーションが、でそれもそのオンラインの先生に頼んで、マレーシアにいるエジプト人の人なんですけど、ちょっともうちょっとこうカンバセーションができるようにして、毎週、うん、毎週やってますね、コツコツ。ありがとうございます。はい。質問ある方、大丈夫でしょうか。であれば、お時間もね、過ぎたので、この辺でちょっと締めに移っていきたいかなと思うんですけれども。はい。はい、そうですね、ぜひ皆さんにはかおりさんの本をね、まだ読まれてない方は、読んでいただけたら嬉しいなと思います。かおりさんもおっしゃってましたが、まあ、私も含めた特にねママたちに、こんな世界もあるんだな、こんな生き方もあるんだなっていうことを、知ってもらえる、感じてもらえる一冊になってるなと思うので、今日、私が聞けなかったことも本にたくさん載っているので、これを読んでいただけたらいいなと思います。別に今の私たちの生き方が、まあ、私たちってすいません、なんかみんなを一緒にすることはできないんですけど、ダメとかそういうことではなくて、こんな生き方あるんだなって、年を重ねても子供を産んでもなんか自分の本能に従ってこんな風に自由に生きるっていうこともできちゃうのかっていう選択肢を自分の中に一つ持てるっていうのは、これからの自分の人生を豊かにしてくれるんじゃないかなと思って。私自身がそうすごく感じたんですね。香織さんの本を読んで、香織さんとたくさんお話をさせていただいて、なのでもちろんこれ皆さんに共有するものではないんですけれども、今日参加してくださった方にもなんかそういうきっかけになれたらいいなというふうに、感じています。はい、ということで香織さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、3夜連続で、お届けしてきましたレバノンに暮らしてみれば、というイベントなんですけれども、今日をもってありがとうございます、拍手いただいて最終夜ということで、終わりになります。しかしですね、私たちベイトレバノンの活動は、これからも続いていきますので、またね12月1月とかみんなで相談をして、何かこういった面白いトークイベントであったりとか、活動レバノンを知ってもらう、私たちの切り口でレバノンを伝えていく活動っていうのは、続けていきたいと思っています。かおりさんにもね、またよかったら遊びに来ていただけたらと思いますし、はい、よろしくお願いします。お願いします。イベントに関してはですね、Facebook のベイトレバノンのページで、まず真っ先にシェアをしていきます。小さなというか、ページを作ったんです。実はベイトレバノンっていうブログのページも作っているので、ベイトレバノンで検索していただくと出てくると思います。ベイトってアラビア語で家って意味なんですけれども、このね、窓を3つが私たち主催の3人をイメージして作っているロゴなんですけれども、ベイトレバノンで、覚えていただければ、レバノンについてね、発信をしている、まあ、ニュースだったりとかって日本にいるとなかなか聞くことはないと思うので、私たちがレバノンを知ったものとして、さっきね香織さんが娘さんがパレスチナとのハーフで、だから自分の人生から、パレスチナっての切り離せないっていうことをおっしゃってくださっていましたが、私たち3人にとってレバノンがそういう存在です。レバノンを知ってやっぱり私たちの人生は豊かになった。いろんな側面、いろんな考え方を教えてもらって、私たちの人生からもやはりレバノンは切り離せない中で、私たちを通じてレバノンという国のこととか世界のことを知ってもらえるような、そんな活動をですね、これからも続けていきたいと思っておりますので、今日で一旦お別れにはなるんですけれども、引き続きウォッチしていただけると大変嬉しいなと思っております。はい、ということで、このあたりでとっても名残惜しいんですが、終わりにしたいと思います。かおりさん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、そして皆さんも、3夜連続ですね、共にしてくださって本当にありがとうございました。